6月7日日曜日、また食料の買い出しに出たんですけれども、今日はトレーダージョーズに来てみましたが、暑い上にロングラインなので、うん、ジョンさん待てないということでございます。So now we're gonna go to Whole Foods. Yeah. I'm not waiting that shit. I don't fucking feel like spending my entire Sunday waiting in line. いや、トレーダージョーズ、いや、ホーフーズに行ってもラインあると思うけどね。でも長いラインなんですよ。ほら、ずっと後ろまで、あ、見えないけどね。ホーフーズもロングラインでございます。It's not as, it's about the usual. Okay. So, じゃあ今回もホールフーズでお買い物です。今ホールフーズに入るラインに並んでるんですけれども。ちょっとこれ見て、かわいい。なんだろうこれ、すごいかわいいのよ、この実が。こういうのね、じっくりね、いないよね、こういうラインに並ばない限り。あ、だってホールフーズに来たらさっと、今までは店内に入ってさっと買い物してさっと帰るだけですけど、今こうやってちょっと植物に目を向けられました。今日はとてもいいお天気です。 That's a nice day today。 Get a vitamin D。 Vitamin D です。That's, you saw it. That's vitamin D. Vitamin D for you and me. Hey, Johnson. Steven. はい、じゃあ行ってきます。探していたものがあったんですけど、こちら。ヘンプシード。なんかね、ヘンププロテインがいいということで、私こちら購入して帰ります。イエーイ。オッケー。はい、お買い物終了です。あ、あ、あ、レッツゴー。日曜日なんですけども、もちろんこんな感じでちょっと賑わってます。ピザ屋さんとかピザ作ってますし、バーとかもね、オープンしてるんですね。まだ店内には入れないんですけれども、お店の、あ、入ってる人いますね。お店のね、ヤギ、ほら、このバーね、外でね、ハンガーアウトは OK なんですね。はい、皆さん天気もいいから早くね、外に出たいみたいですね。はい、この通りね、日曜日は結構人が出ておりますね。ですね、これからジョンさんがキャッシュを下ろしに行くそうなので、バンク行ってきます。はい、バイバイ。あ、ジョンさんまた違うリカーストアにチェックに行ってくるみたいですね。またこちらのショッピング、八百屋さんの方にお買い物来ました。ですね、毎回ディールが違うんですね。先週来た時、かぼちゃが1つ99セントだったんですけど、今日は1パウンド99セントなので、ちょっと小ぶりのものを買いました。ちょっと待ってくださいね。今日のディールはですね、レッドペッパーが2個1ドル、結構悪くないです。かぼちゃ、ほら、パウンド99セントなのよ。ホワイトマッシュルーム1ドルなんで買いました。で、今日はね、そんなにね、いいディールがないなと思ったんですけど、これ見て、ブルーベリーがで、ね、1パック1ドルなのでこれ買いました。イエーイ。 You're gonna get the three donuts? はい、必ずここの八百屋さんに、あちらのね、八百屋さんに来た後は、ででーん、こちらのセブンスドーナツダイナー、ジョンさんまた
ドーナツ買いに行く。Actually, I'm going to get pork. They got blueberry. I want 2 blueberries. So, 1 blueberry for cakes? No, no. You want to get a blueberry for cakes? I get 3 blueberries. How many? Oh. Huh? 2 blueberries, 1 for cream? Yeah, uh-huh. And then, There. Oh! Wow! Big boy. Yes! ストリートにね、こうやってね、こう自由にお持ちくださいっていうのが時々あるんですね。フリー DVD、CD。でも、ジョンさん欲しいのなかったみたいです。You don't need it? Absolute media, that's why it's sitting there. Alright.